よく目で見たから信じるとかね、実際触ったからもう間違いようがないってでしょ。あれがいかにいい加減であるかということを今から証明してみたいと思うんです。で、利き腕はどちらですか？右手、ちょっと右手を出してください。これ、感じます？感じます。じゃ、もうちょっと前の方でね、感じますね。大丈夫ですね。じゃ、これ手のひらにパッと落ちたらですね、パッと握ってほしいんです。いきますよ。あ、これはちゃんと見てましたね。コインが落ちたら握ってください。あ、ちょっと遅いですね。もうちょっと早く反応してもらいましょう。なるべく早くパッと握ってください。あ、こんな感じです。こんな感じです。で、まあ1枚ですね、これね。もう一回広げていただいて、この5枚使いますので、5枚目のコインが落ちた瞬間に握ってください。で、こんな感じ、ちょっと練習しましょう。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。ちょっと遅い。あんまり遅いと、パッと抜き取っちゃいますから、僕に抜き取られないように素早く握ってください。よろしいですか？もう一回手を広げて。で、重要なのは、じゃあこのコイン、ね。このコインは5枚目のコインです。これ4枚目、3枚目、2枚目、1枚目。このコインが手の中に入ったら、素早く握ってください。よろしいですか？ここに行きますからね。1枚、2枚、3枚。4枚、5枚、ギュッと握ってください。ギュッと、ギュッと。で、手の甲を出してください。感じました？こうすると抜けてきます。ちゃんと握ってました？ちょっとゆっくり手のひら開けてみてください。で、数えましょう。1枚、2枚、3枚、4枚ね、5枚目は抜けてくるんです。